はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。今日はですね、5月の8日日曜日ですね、千代田区22度だそうでございまして、まあ、一番過ごしやすい温度でございます。この部屋の中はね、同じぐらいですね、22度ぐらいですね。ちょっと場所を変えておりますけども、いろいろと都合がございまして、さて行きましょうか。日刊現代でございまして、有刊誌ですね。時々コメントを取られるところなんですけど、最近あんまり来ないですね。その日刊現代で5月8日今日の朝の6時に出た記事です。これはね、ちょっとね、晴れませんのでね、皆さんね、探してください。ヤフーニュースにも出てましたね。すでに7人が消された…プーチン大統領を支えるオリガルヒ続々開始の真相、怪しいでとですね。ちょっとですね、表現的にですね、飛ばしこう読んでいきたいと思いますけども、5月9日の対独戦勝記念日を目前に控え、ロシア軍によるウクライナ南東部への攻撃が激しさを増している。軍事パレードで掲げる成果の獲得に躍起になっている状況だ。そんな中、プーチン大統領の周辺で異変が起きている。政権を支える新興財閥オリガルヒが次々に謎の死を遂げているのだと。もうちょっといきましょうか。ロシアの経済誌 RBC 過去4日付によると、国内で数十店舗を展開するレストランチェーンカラバエフ兄弟の料理店の共同創業者ウラジーミル・ヤキシェフ氏が今月1日モスクワの自宅のマンションのベランダで頭を銃で撃たれているのが見つかったと。発見した妻によると、脇には本人の猟銃が置いてあった。なんか怪しいですねこれね。自らそうされたということらしいんですけども、まあまあ、分かりません。不気味なのは、これまでもオリガルヒの不審死が相次いでいることだ。リャキシェフ氏を含め、2月24日ウクライナ侵攻開始前から少なくとも7人が開始していると。ロシアの天然ガス独占企業ガスプロム子会社のガスプロムバンク元副社長が4月18日モスクワ市内の住宅で妻と娘を、まあですね、銃でこう何した後自らですね、こうされたということですね。その翌日、天然ガス大手ノバテク社の元副会長がスペインの別荘で、国外ですよ、妻子とともに、お亡くなりになったところが発見されたと。まあ以下続くんですが、この辺で、やめましょう。最後のところだけ読みましょうか。中村逸郎さんっていう、筑波学院大学の先生ですね。ロシア研究ですね。割とその頻繁にテレビに出てらっしゃるそうでございまして、私は見てませんけど、プーチン政権にとってマイナスにならないかということですけども、中村先生のコメントはこうですね。ほとんどダメージはないでしょうと。プーチン大統領は今回の粛清で空いたポストに息のかかった別の人物を押し込めばいいだけです。そもそもオリガルヒは政権とつながることで金儲けしてきました。虎視眈々とポストを狙っているオリガルヒ候補は大勢いると見られますというコメントを出しておられます。そのオリガルヒというのがですね、我々日本人にはちょっと理解できないんでしょうけども、できないんだと、私もそんなか完全に理解してるわけではないんですけども、私の理解を申し上げますと、ロシアというのは純粋な民間企業がないと思ってもいいんですね。で、簡単に言えばですね、東京電力とか東京ガスみたいな会社があるんですけど、そこの社長をですね、このあれですね、トップが政治のトップがですね、自分で勝手にすげ替えていくわけですね。自分の、まあ、側近みたいな人、お前東電の社長やれとかっていう、そういうふうにやっていくわけですね。
でそれがオリガルヒと言われるもんで、まあ非常にその、どう言いますかね、政権と癒着した企業、逆に言うと政権と近くなければそういった大きなビジネスができない国なんですね。だから我々のようにその、どういうのかね、民間企業がですね、そのどん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 自分のビジネスを広げていくと、で一点のし上がっていくというような、あ、日本で言えばですね、楽天とかね、コールディーやドンキホーテとかね、ああいった企業は生まれてこないんです。である程度まで行ったら全部ですね、その政府と癒着しないとですね、商売が広げられないという状況です。でロシアで最大のビジネスというのはやっぱしあのエネルギー関係なんですね。どこにガスプロムとか出てきてますけど、そういうのは要はエネルギーを採掘して外国に売るというのが一番のビジネスなんですが、それの企業のトップもですね、全部そのプーチンの系統、あるいはエリツィン時代から生き残った人たちもいるんですけども、あのエリツィン系とプーチン系がいると言われてますけど、旧エリツィン系もまあ今はみんなですね、プーチンさんプーチンさん、僕はあんたの子分よっていう、そういう形になってるわけですね。でそういった人々がですね、その次々とですね亡くなっている、なんでなんということですね。まあ、よう分かりません、よう分かりませんけども、あのプーチンさんに何か不都合なことがあったのかもしれません。これまでですね、この2月24日の前でもですね、プーチンさんにとって非常に不都合な人物、あるいはこう西側にばらしてはいけないことをばらした人物はですね、大体あの寿命を全うしないような形でですね、お亡くなりになっていると。あの外国まで逃げたのにですね、なんか知らないけどですね、毒を塗られたかなんかですね、お亡くなりになって、あるいは亡くなる寸前まで行ったというようなこの事件もですね、多発しております。ロシアの場合はなぜかあれなんですね、毒で亡くなるか、自殺めいた亡くなり方をするというパターンが多いようでございますね。だからこの2月24日以降ですね、そういった方がもう7人出てきているということでございます。で、なぜそうなったのかというのはですね、よくわからないし、実際誰かの意思によってですね、寿命を全うできなかったのか、いやそうではなくて単なる事故なのか、それとも本当に自らそうされたのかというあたりはですね、ちょっとわからないんですけども、7人もそういうことになりますよ、やはり普通ではないというふうに見なすべきでしょうね。そこに何かそのプーチンさんにとってですね、不都合な行動なり言動なりがあったのかもしれません。でそのやっぱりオリガルヒっていうのは政府の外にいる連中ですんで、一応ね、形の上では民間企業のトップなんですよ。自分でその企業を育ったような、例えばユニクロのあの人とかね、そういう人は今一切いないんです。全部白引きと言われてましてですね、プーチンさんの元の同僚であったりとかですね、軍人であったりとかですね、まあそういう人たちなんですね。まあだから我々のイメージで言う企業家的な人ではないですよ。企業のボスではあるんですけどね、ビジネスマンという感じではないんですよ。レストランのチェーン店とかってありますけども、まあそれもある程度までこうご自身で育てて、その後はですね政府の力を頼ってやってると。分かりにくいんですけど、店一つ出すにしてもね、日本やったら土地公定ですね、飲食業の許可取りゃいいだけでしょう。そういうことではないんですよね、あの国は。地元のマフィアと話をつけて、なおかつ政府と話をつけてというか、複雑なことを、正規の手続き以外のいろんなことがある国でございまして、そこでですね、レストランチェーン店をその大きくするには、やっぱりオリガルヒ的なですね、要素がなければいけないという、そういう国ではないかなというふうに、私は理解をしています。そんな方もそれで非常にですね、プーチンさんと親しくなる、個人的にっていうかね、親しくなるったような方だと伝えられています。その方がまあですね、イレギュラーな亡くなり方をしているということでございまして、何かがね起こっているというのは確かだと思いますね。そのオリガルヒの中にもですね、全てが全てですね、プーチンさんのなさることにですね、もろ手を挙げて賛成と言うてるわけではないというのは何となく伝わってきますね。このオリガルヒさんの次々とねお亡くなりになっているというところから。で
プーチンさんという方はね、割合分かりやすいんですよ、なさることが。面倒くさい奴らはいなくなってくれた方がいいという、そういう発想の方だと、今までの実績を見てるとそういう発想の方なんで、まあそういう発想のもとにですね、ポチンとされてしまったんかなというふうに私は、まあ、思わざるを得ないということです。貼りませんのでね、私今3割ぐらいしか読んでません。すでに7人が刑事されたプーチン大統領を支えるオリガルヒ、続々開始の真相というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。